すみません、じゃあちょっとお名前を教えていただいてよろしいですか。くんたと申します。くんた、くんたさん、はい。こちらの愛車は、車種は何でしょうか。 CBX400。ナックルズ TV、 お気に入りポイントっていうか改造 の、 ポイント教えていただいてるか。まあ純正にこだわり、はい、あとはその、まあ、カラーはもうカラーさんで、はい、社長に全部イメージしてもらって作っていただいて。なるほど、はい。なんかあれですね、ラメが結構。そうですね、これもカラーの社長の、はい、もう本当お気に入りなペイントで、はい、そうなんですね。銀と緑でかなり渋いっていうかかっこいい、ね、カーホイズっていうのがなかなか、うん、はい、見なくてやってみました。これでも結構目立つそうですね。そうですね、まあ、目立ちたがり屋なんでなるほど、はい。ナックルズ TV、 どんな時が乗ってて楽しいですか。そうですね、私も年齢は言ってるんですけど、まあ、若い時に思い出が今蘇ってまた大人の乗り方で乗れてるのかなと。なるほど、はい、分かりました。じゃあ今はもう趣味として楽しんでらっしゃるという、はい、いうことで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナックルズ TV、 すいません、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお名前を教えていただけますか。はい、翔太です。はい、ちなみにおいくつでしょうか。僕27です。あ、若いですね。この愛車の車種は何でしょうか。これ GS400 です。ナックルズ TV、 はいはいはい、はい、こちらもあれですか、カラーズさんで撮って。そうですね、はい、カラーズさんでやっていただいて。やっぱり仕上がりがめちゃめちゃ綺麗ですね。毎回かっこよくやっていただいてます。はいはいはい。この色は、はい、お気に入りなんですか。はい、お気に入りです。はい、ハンドル、はい、結構絞ってる感じのハンドルですよね。はい、そうです。運転の方はどうですか。自分で乗りやすいです。はい、自信はある。運転の自信ですか。ないです、はい、乗りやすいですか。めっちゃ乗りやすいです。なんかコールもしやすいとか。もうそうですね、はい。あとはこういうネジ類とか、はい、ネジ類もちょっとこだわってます。こういう、あ、ネジの、はい、はい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 。あとこことか、はい、あ、なるほど、はい。この中もしっかり塗装されてるっていう、旧車の魅力みたいなこと一言で。仕事とかの考え事とかも全部なくなる。その走ってる時は素敵だと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ナックルズ TV、 はい、じゃあKTS の鈴木社長です。よろしくお願いします。お願いします。どうもです。こちらにある CBX は社長のところによく整備に来られるお客さんのバイクだとお聞きしたんですけども。はい、そうですね。ナックルズ TV、 まあ見ての通りフルオリジナルのワンオーナーですかね。そうですね、はい、と伺っております。最近ですね、その純正というかオリジナルというか、そのちょっと昔っぽいこういうスタイルが割と人気あるって聞いてお聞きしたんですけど。はいはいはい。もうやっぱ今純正、うん、まあ純正じゃなければ純正戻し、うん、まあそういうのが主流になってるのかなって。はい、純正戻し。はい、純正戻し。なるほど。例えばこのタンクのこういう感じだとか、はい、シートもあえてこういう3段じゃなくてこういう感じとか。はい、もうみんなこれにしたくて、はい、みんな戻す。あ、そうなんですね。はい、車上的にはどうなんですか。ガチガチにこうなんかこう、まあ、暴走族っぽい改造したものもかっこいいし、はい、こういうスタイルもまあやっぱりかっこいい。まあどちらかというとやっぱり族車の方が、うん、はい。ちなみにやっぱり今 CBX、はい、人気ですか。今、まあ、人気です。まあでもやっぱりこういう純正のこういうスタンドかっこいいですよね。はい、かっこいいです。
大事にされてるなっていうのが伝わってきますね。整備する時も大事にっていう感じですか。はい、そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。